皆さんこんにちは、 GCN ショーへようこそ。ドイちゃんです。今回ね、ショーを始める前に皆さんに一つだけお知らせがあります。今回 GCN プラスではスローサイクリング、イギリスの旧街道ロンドンからカンタベリーへということで新しいね番組がアップロードされております。クリテリウムレーサーのアレックス・ブリックスはですね、ジャック・サーストンとともにロンドンの喧騒を離れ、素晴らしい大聖堂の街カンタベリーへと古代の巡礼路をたどる番組です。ウェストンミンスターブリッジからスタートし、首都から歴史に飾られた緑豊かなイギリスの田園地帯に入ると、ジャックとアレックスはゆっくりとスピリチュアルな旅を楽しむというそんなね素敵な番組です。今現在 GCN プラスでは、全てのドキュメンタリー番組に字幕がついております。日本語字幕がついておりますので、英語は苦手な方でも十分こちら GCN プラス楽しんでいただける状態となっております。まだご登録いただけてない方はですね、ぜひ登録の上、こういったドキュメンタリー番組ぜひお楽しみください。さて今週のリードストーリーはですね、ツードフランスを走る選手たちのバイクはどれぐらいの重さなのかということをですね、まあ、各メーカーのバイク、まあ、全チームのバイクというわけにはいかないんですが、あるバイクをですねピックアップして皆さんにお伝えしていきます。今週の GCN ショーもぜひご覧ください。最後までご覧ください。それでは見ていきましょう。まあ、ツードフランスはですね、世界で一番大きな、まあ、サイクリングイベントということで、いろんなですね、メーカーが一番最新のものを持ち込んで、まあ、テストってわけにはいかないと思うんですが、その以前にですね、さまざまなテストを重ねて、実際に世にこう出していく一番最初の大きな宣伝をする場所としてね、ツール・ド・フランスで、まあ、大体用いられることがほとんどなんですが、皆さんもご存知の通り、ツール・ド・フランスで、使っている製品というのはもう世界でもベスト中のベストのものと思っていただいて、間違いないと思いますし、そうやって思っている方がほとんどかとは思いますが、バイクの重量はですね、意外とあれっていう感じなんですね。そこで、今回ですね、 UCI のルールは安全のために 6.8 キロという、まあ、重量制限を設けている中で、走ってるわけなんですが、まあ、そのルール自体はですね、何であるかというと、やっぱり安全を守るためということがですね、やっぱり大きな、意味を持っていて、やっぱりフレームに穴を開けてしまってさらに軽量化を目指してこうなんていう方が出てきたりとか、昔はね、なんかあのハンドルバーじゃないですけど、なんか DH バーみたいなのも取り付けられて、それもね、なんかもう肉抜きしまくってあって、なんかわかります、折れそうじゃんこれって、まあ、多分落車したら折れちゃうんじゃないかっていうのがですね、容易に想像できるようなね製品を使う方々がですね、まあ、この 6.8 キロというルールが設けられる前は多かったと。で、実際にね、まあ、大きな事故があって、やっぱり自転車あんまり軽すぎるの良くないねっていうこともおそらく話に上がったのではないかなというね、この 6.8 キロルールの、経緯ですね。で、ここから早速バイク行きたいと思うんですが、ポガチャルの V3RS はですね、今プロトタイプのバイクとして、走っているんですが、これはね、どんな名前になるのか僕もね正直分かりません。はい、まあ、V3RS は、まあ、C64 とかね、今現在の C68 とはまた違ってですね、レーシングスペックといったらいいんですかね、より軽量に、よりエアロに、より速く走るためのバイクということで作られているわけなんですが、今回のねプロトタイプは、まあ、塗装もですね限りなくもうないに等しいマットブラックって言ったらいいですかね、マットブラックなのかもうカーボンむき出しなのか、これは映像を見てるだけでは全く判断ができませんし、これはエンジニアだけが知り得ることなんだろうなと思うんですが、実際には山岳ステージでリムは平坦のディスクブレーキのもので 7.1 キロだそうです。まあ、ポガチャルクラスの選手でも 7.1 キロのバイクと、まあ、7.7 キロ台のバイクって僕個人的にすごい軽いと思うんですけどね、どうでしょう、皆さんのバイクは実際に何キロありますでしょうか。なんかね、某チャンネルでなんか自転車の重量をたくさん測ってみたなんていうねのをちょっと見かけたんですけど、意外となんていうんですか、まあ、10キロ以内に全てのバイクが収まってるってね、ちょっと驚異的だったなっていうね印象がありました。まあ、話が飛んでしまいましたが、イネオスのピナイロドグマ F、 こちらはですね、以前ドグマ F からはですね、なんか X ライト、まあ、前はドグマ F12X ライトってのがあったと思うんですが、ドグマ F になってからディスクブレーキだけということで、
以前のねウルトラライトっていうものを使ってライトウェイトのホイールを履いてとかっていうことがですね今年はされておりませんね。しっかりとリラエースのホイールを履いてレースを走ってると。こちら重量がルーク・プラップ選手の大きさで C50 のホイールを履いて 7.16kg、 おそらく C35 でしたっけ、ハイトが低いものを履けばもっと軽くなるのかなという、まあ意外な重量ですね。これもうちょっと重たいのかなと思ったんですけど、まあ 7.1kg と 7.16kg でもおおよそ 7.2kg っていうところですかね。続いてティボピノのラピエル、クライマーなので軽量のバイクを好む、まあティボなんですけど、ピノなんですけど、ラピエルのゼリウス SL を使用していると。これ見た目もすごいかっこいいし、結構見た目重そうですよね。 7.34kg、 やっぱ重たいですよね。ちょっとね、なんか 7.1 から 200g 増えるって、なんですか、大盛りのパスタ1杯分ぐらいあるんで結構重いですよね。で、例え方がちょっとようわからんところもあると思うんですけど、まあ大体の選手のバイクは7キロ台が多いと思うんですけど、6キロ台に入っているバイクってもしかしたら誰なのかな。まあここまでがね、ひとまず、まあ上りも上れて、まあアップダウンでも活躍できる選手のバイクと。ここからスプリンターバイク、ギランフルーネウェーゲンのジャイアントプロペルは 7.59kg。 やっぱりスプリンターなんでも剛性がないとダメだって感じでね、なんか重たい感じなのかな。まあただプロペルはあの TCR に比べるとね、重量はね重たいとは思うんで、まあこれぐらいの重量になるのは仕方ないのかな。あとはまあかなりハイトの高いね、ホイールを履いてると思うので、それはこの重さになっても仕方ないのかなというところですね。あのプロペルでもおそらくハイトの低いホイールを履いたりすれば、おそらく 7.2 とかそれぐらいのね重量にはなってくると思うので、まあ、スプリンター仕様のバイクにするとこれぐらいの重さになるっていうことはね、あるのかなと。もしかすると皆さんにもいろんなヒントがあって、これはスプリントを目指す人とか平坦のレースでなんか成績残したいなんていう方は、ある程度重量があっても大丈夫だよというね、なんか一つの情報にはなりそうな気がしますね。さてね、まあ、ディラン・フルーネウェーゲン選手のバイクを振り返ったところで、まあ、振り返るほどね話はしてないんですが、今現在ね、昔はチューブラタイヤが多かったんですが、チューブレスにですね、まあ一つこう新しい世代に入ってきて、まあチューブラに比べるともうタイヤ自体、あとはシーラントも入るので、まあ結果的に数百グラム重たくなってると、以前のバイクに比べるとね。まあその分ね、やっぱり6キロ台に入っていくバイクっていうのが少なくなってきたのかなとは思うんですが、僕のですね過去の話として、以前ねクォータっていうバイクを乗ってた時とか、あとはまあフォーカスっていうバイクを乗ってた時もそうなんですが、やっぱりバイクの重量が軽すぎて、まあパワーメーターをつけたとしても 6.8 キロを切っちゃうっていうことが、まあサイズもね小さかったっていうのもあるんですがあって、その際はですね、ゴルフクラブに貼るような重りですよね、あとは釣り具とかのなんか海釣りとかで使うような重りをですね、ボトムブラケットのあたりに忍び込ませて、できるだけ下につけるようにしてたんですが、まあ、ハンドルバーのね丸い筒の中に、重りを入れるっていう選手もいたようなんですが、あとはねサドルの後ろにつけるとかね、いて、まあ、できるだけね見えないところにつけないと、これ走りながら剥がしちゃったりするでしょみたいなことをですね、言われた選手もいたりとかする中で、そういったね経験もあります。で、まあ、今までいろんなバイクを乗ってきて、今現在僕のキャニオンに関しては 7.1kg で、C68 に関しては 7.3kg ですね。まあエアロロードもありますが、エアロロードもね同じぐらいの重量ですね、 7.12kg、 7.3kg ぐらいなので、これぐらいの重量のバイクの方が平坦を走ってた時になんかバランスもいいし、下りを下ってる時のコーナリング性能とか、あとはクリテリウム走ってる時のコーナリング性能も含めるとこっちの方がいいなと。あまり軽すぎるとトータルバランスでいくとあまりバランスが良くなくて、走っててちょっとねふわふわするようなね感覚に、襲われてしまったりとかっていうこともありますので、もし、まあ、ヒルクライムのねイベントに関しては軽い方が絶対正義だと思うんですが、意外とタイヤの太さとかもしっかりと考えて計算していくと、さらにね、富士ヒルクライムとか乗鞍ヒルクライム、そういったね世界じゃないな、日本のビッグイベント、ヒルクライムイベントでももっとタイムが伸びてくるのかなという
僕の見解でございます。どうでしょう皆さん、やっぱり軽い方がいいでしょうか、もしくはツールドフランス走ってる選手ぐらいの重さがやっぱりいいのかなって思った感じでしょうかね。まあ、軽くてベストな、ね、セットアップをされたバイクが一番いいと思うか、これを、ね、ぜひ、ね、コメント欄で聞かせていただき、ご自身、皆さんご自身のバイクは実際に何キロあるのか、この辺もですね測った上でぜひコメント欄を賑わして、欲しいなというふうに思います。僕のね、実際のバイクの重さもですね、概要欄に載せておきますので、そちらもねぜひチェックしてみてください。ということで、リードストーリーはツールフランスを走る選手たちのバイクは実際にどんな重量なのかということでね、紹介してまいりました。さて、レースニュース行ってみたいと思います。まあ、ツールドフランスですね。まあ、今回、ツールドフランス初日からね、ポガチャル選手の強さというのが大変光ってたわけなんですが、石畳ステージ、最初のね丘陵地帯のステージも含め、スプリンターステージでももう楽々とトップ10に入ってきてしまう、もうスプリンターをもですね脅かすような、そんな力強い走りが、見受けられてたわけなんですが、そのポガチャルが初めて弱いところを見せたとね。アルプス初日、こちらグラノン峠か、いやー遅れるとは思わなかったなと思ってね、もうユンボビスマがこうテレグラフ峠、ガリビエ峠、バン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 とねこう攻撃を仕掛けていく中で、ポガチャルも後ろからね、なんかもっといけんお前らみたいな感じの煽るようなね、姿も映像を通してですね見受けられてたわけなんですが、蓋を開けてみると最後の峠で、遅れてしまうと。こちらベルナーリノさんがイエロージャージを失った場所だったような気がするんですけど、そのですね、イノーさんもマヨジョーノを着てですね、シャンゼリゼで逃げ切り優勝するとか、なんか桁外れのパフォーマンスを見せる人がこの峠でですね、確かイエロージャージを失ったような記憶があるんですが、ちょっとね間違ってたらごめんなさい。ポガチャル選手もですねここで、イエロージャージを失ってしまい、今現在ね、新人賞ジャージを着用した、形でですね、淡々とステージを消化していってると。まあ数々のステージでですねその後攻撃を仕掛けるんですが、インボビスマ、まあ、インボビスマの選手たちのですね鉄壁の、守りアシストたちの働きによってですね、なかなかこの2分22秒差という大きな壁をですね未だ越えられていないということなんですが、いかんせんこれからですね、今日からピレネーということで、ピレネーはピレネーで多くの魔物が住む、大変厳しい山岳が多く待ち受けているというところなので、今後ポガチャル選手がどうなっていくのか、この辺もですね、注目しながら、残るツールドフランスのステージね楽しんでいければというところですね。今後、のステージも含めて、休息日明け、今現在の総合成績、ヨナス・ビンゲゴー選手が1位、2位ポガチャル、3位にゲラン・トーマス、4位ロマン・バルデ、5位にアダム・イエーツ、6位ナイル・キンタナ、7位ルイス・メインチェス、8位にダビデ・ゴデュー、9位にトーマス・ピドコック、10位にエンリク・マスという形でトップ10の結果になっております。タイム差に関しては、バルデ・イエーツ、まあ、でもこの辺メインチェスあたりまでは4分半以内ということで、まあ誰しもが恐れているバッドデーなんかがあればすぐ総合成績がひっくり返る可能性があるところがこの辺までなのかなというところですね。まあピドコック選手もねステージ優勝を飾ったりとかする中で、まあ優れたですね下りのテクニックなんかもいろんなねさまざまなメディアの YouTube なんかで映っておりますが、ね、素晴らしいテクニックを見せつつなんですが、今現在初のツールドフランスを走る中で総合9位にいるという素晴らしいパフォーマンスも見せております。はい、ということでねマヨジョーヌはこんな形になっております。その他ねスプリンターもですねワウト・ファン・アルトが今グリーンジャージ着用と、2位がポガチャル選手っていうね、またね、不思議な感じなんですが、3位にヤスパー・フィリプセン選手、先日のスプリンターステージで優勝と、その前もね、
ワウトが逃げてることに気づかず、もうなんていうんですか、もう喜びを炸裂する形でうわーみたいな感じになってたんですが、実は2位だったということで、その前に早めに手を挙げてしまって、刺されてしまった、ワウトにですね、まあ、笑われてたと、からかわれてるようなね姿も見受けられましたが、そんなねフィリプセン選手が今グリーンジャージマヨベルは3着に入って第15ステージはステージ優勝、念願のねステージ優勝獲得しております。山岳賞はサイモン・ゲシュケ選手がキープです。新人賞はポガチャル選手ということでね、誰しもが分かるところでしょう。チーム総合成績はイニオス・グラナディアズがダントツのトップです。2位にはユンボビスマ、3位にはグルパマ FDJ という形になっております。その他で今回ピレネーステージが今日からね始まるわけなんですが、不安要素としてはユンボビスマのキーポイント、キーマンとなるねアシストのキーマンとなるログリッチ、そしてクライスバイクが2人ともに第14ステージでリタイアとなっていると、第15ステージでリタイアというふうになってしまいました。今後ねアシストが少なくなってしまったユンボビスマがどんな戦略を立てて走ってくるのか、この辺もね注目していただければと思います。GCN プラスのライブ配信の状況なんですが、今後23日からツアーオブワロニーステージレースになります。ハイライトに関してはツールフランスのハイライトが GCN プラスでショートハイライト、ロングハイライトともにございます。 YouTube ではショートハイライトのみで GCN レーシングジャパンというね専門チャンネルであります。その他ツールフランスフェミニン、GCN プラスでショートハイライト、 YouTube でもショートハイライトあります。ぜひねご覧ください。それでは皆さん、今日からねピレネーの戦いが繰り広げられます。皆さんにとってどんな結果になるのか、もしねこんな予想してますなんていう方がいればコメント欄でお聞かせください。レースニュースは以上です。テックオブザウィーク、今回はですねブロンプトンから P ラインというね、まあ今まで一番軽い E バイクが登場したということでね、こちらをちょっとシェアさせていただきます。今回のブロンプトンの E バイクに関しては、まあ、P ラインということで、リリースされました。重さがですね E バイクにもかかわらずわずか 12.7kg、 あのなんかなんだっけキャリアみたいなものをつけるとさらに重くはなるんですが、こちら基本的には 12.7 キロと、なんでここまで軽くなったのかということなんですが、フレームにですねチタンの素材を採用したりとか、コンポーネントをブラッシュアップ、アップグレードすることによって、実際にこの軽量なブロンプトンの E バイクが出来上がったということですね。まあブロンプトンだけあってやはりあの折りたたみ組み立てがすごく楽だっていうのは皆さんもおそらくご存知だとは思うんですが、実際な数字として今回のこの P ラインのバイクに関して組み立てまでわずか20秒ほどで完了すると、すごいですね。もうボタンをひねってポイって上げたらホイって出来上がるみたいな、ホイッホイッとしか言ってないんですが、そんな感じだそうです。はい、どんな感じやねんっていう感じですけど、はい、ということですね。あとは、先ほど言ったあのこちらオプションになるんですけど、 341g のラック、まあそれぐらいの重さのラックがあって、ブロンプトン折りたたんだ状態でそのラックに乗せて、要はスーツケースを引きずるような形で持ち運びがすごく簡単にできるオプションの、パーツもあるということで、これはね僕がもし買うんであればこれもセットで買いたいなというふうに思いますね。あと肝心な充電時間なんですが、通常だと4時間かかる、フル充電までで4時間かかるということなんですが、スーパーファースト充電器、まあだから、日本語で言うと急速充電器って言うんですか、何歳は日本語は分かんないですけど、スーパーファーストチャージングポートを使うとわずか2時間でフル充電できるということですね。実際皆さんこの素敵な、まあ、コンポーネントもですね4段ギアということなんですけど、すごいモダンですよね。僕はすごくこれ欲しいなというふうに思ってしまいました。皆さん的にはいかがでございましょう。今回 P ラインね、アーバンっていうモデルと、あとアーバンウィズローラーラックということで、先ほど言っていた 341g のラックが付属しているバージョンと、この2パターンになるということなので、日本にねいつこれ輸入されていくのかっていうのはちょっとね、明記されておりませんが、僕も個人的にこれはね欲しい1台だなというふうに感じました。もし今現在皆さんの中でブロンプトンをねお持ちの方、ブロンプトンの乗り味等をですねぜひ
コメント欄で、ね、シェアしていただけると、ブロンプトンを購入したいなって思っている方も、方のですね背中を押す形になるのかなというところで、ぜひね皆さんの情報を共有していただけると嬉しく思います。今週のテックオブザウィークはブロンプトンからリリースされた P ラインの E バイクについて紹介してまいりました。キャプションコンペティション、こちらのコーナー1枚の写真を皆さんにお見せして、そちらに、ね、キャプションをつけていただき、優れた方1名の方にですね、プレゼントをお送りさせていただくコーナーとなっております。早速先週の写真を見ていきましょう。こちらです。はい、なんとまあピカチュウがいるというね、絵でございます。なんとなく、まあ、僕も同じようなインスピレーションをしてしまったんですが、今回のキャプションコンペティションチャンピオンはこの方にします。かなり単純なんですけど、サイクリングファーストコネコ、こうちゃん、ポケモン GO を起動するのを忘れたということで、まあポケモン GO の中にピカチュウが出てきたらびっくりしますよね、本当ね。なんか僕もあんまりやったことないんですけど、一時ね、なんかまだ東京に住んでた時にポケモンがね流行ってて、なんであんなところに人がたくさんいるんだろうって言ったらポケモンやってるっていうねことで、まあ一時大変流行ってたと思うんですけど、今どうなんでしょうね、実際にポケモン GO って流行ってるんでしょうかね。やってる方がいればぜひね、その辺の情報も合わせて教えていただけると嬉しいです。今週はサイクリングファーストこうちゃんのキャプションコンペティション、ポケモン GO を起動するの忘れたで決定させていただきます。おめでとうございます。さて今週の写真はこちらです。ドーン。今現在ツードフランスで7度のトップ10入りを果たしているスーパースター、スーパーなサイクリスト、ワウト・バナールトの絵ですね。これおそらくスタート前ですね、のなんかコーヒータイムかなんか、これもしかすると、休息日のなんかリラックスしてる映像にも見えますね。さてこちらにつけるとしたらキャプションなんだろうということで、 GCN ジャパンチームがいろいろつけてくれております。今週はシンゴ、食事中も TT ポジションになるエアロを考えて食事もするということで、シンゴからのキャプションいただきました。皆さんだったらどんなキャプションをつけるでしょう。今週もさまざまなコメントお待ちいたしております。サイクリングインスピレーション、こんにちは、 GCN ジャパンの松村です。サイクリングインスピレーションは GCN のアプリ、その中にあるサイクリングインスピレーションというコーナーに投稿していただいたたくさんの写真の中から1位から3位まで選んでご紹介していくというコーナーです。さあ今週の第3位見ていきましょう。こちらの写真です。二度上げ峠を越えて北軽井沢から浅間越え、途中の開けたところからの1枚となっております。こちらの方には GCN のマグカップをお送りします。さあ今週の第2位はこちらの写真です。北海道でのロングライド、石狩サーモンファクトリーと書いていますが、まあ、多分そのファクトリーの置物でしょうか。自転車を横に並べるとでかさが分かりますね。このでっかいサーモン、強烈なビジュアルです。こちらの方には GCL のシャツとボトルをお送りします。さあ今週の第1位はこちらの写真です。白馬と長野をつなぐ峰方峠での1枚。ここはトンネルからの景色が有名ですが、これをトンネルから撮ると自転車が小さく写ってしまうのでそれは断念。最近一眼レフを買ったのでサイクリングインスピレーションを参考にしています、とのこと。ありがとうございます。2年くらい前に同じ場所に行ったんですけど、ここは車通りに注意していただいた上で、自分自身は後ろに下がってレンズを望遠にするとイメージされている写真が撮れるんじゃないかなと思います。似たようなシチュエーションでいろんな焦点距離とか立ち位置とか試してシミュレーションしてみてください。あとはカメラのレンズにサーキュラー PL フィルターをつけて撮影してみたり、ローデータで撮影してフォトショップのライトルームで霞の除去っていうのをちょっとかけてあげるといい感じになると思います。こちらの方には GCL のスウェットシャツ、サーモボトルとシャツをお送りします。さあ今回受賞された方はご自身のアプリのプロフィール画面のところに行って、今回受賞された作品のスクリーンショットをバシャーと撮って、こちらのメールアドレスに受賞したよという連絡をお願いします。それでは皆さんの引き続きの投稿お待ちしております。コメントオブザウィーク、
こちらのコーナーは様々なビデオにいただいたコメントを僕がピックアップして皆さんに紹介するコーナーでございます。まず一つ目、オニゴン遊びの部屋さんからのコメント、質問です。サイズが合っているロードバイクに乗るとき、ペダル、サドル、ハンドルの三角形にかける重量配分にベストな比率とかあるんですか、ということですね。重量配分、難しい質問でございますね、オニゴンさん。僕の見解としては、基本的にハンドルには絶対体重が乗らないようにしてほしいなというのが気持ちですね。まあ、サドル、ハンドルで考えると7-3ぐらいのイメージ、まあ、基本的にサドルにしっかりと、乗っかる、まあ、重量が乗っかる形がベストなんですけど、サドルに座りすぎていると今度ね、股ずれが起きてしまったりとかするので、意外と高速巡航、まあ、トルクをしっかりかけて高速巡航している時の方が股ずれが起きなかったりするんですが、それはね、ペダルにしっかりと体重が乗っかっている状態なので、サドルにかかる、まあ、お尻の圧がですね、軽減されているという結果から、股ずれが起きないというね、状況になるんですけど、まあ、100% 股ずれが起きないってことではないですよ。この辺はね、ちょっとね、一応そういうことでね、聞いてほしいなということなんですが、ハンドルには基本的に体重は乗せない。これが大事です。まあ、乗っかってしまうのはしょうがないと思うんですが、乗らない方向でポジションを確定していくっていうのが大事かなというふうに思いますね。なので結構ね、アップライトのポジションにした方がいいんじゃないかなと。まあ、合ったフレームのサイズ、プラスサドル、ハンドルの高さを上げ、ちょっと上げてあげて、アップライトのポジションにすることによって、ハンドルにかかる圧がですね、少なくできるということで、これ完全に僕の意見なので、もしちょっと違うなって思う方がいれば、ぜひねコメント欄でお聞かせいただければと思います。いろんな方のね考え方があって、それは当たり前だと思いますので、この辺はね、いろんな方の意見も踏まえつつなんですが、僕はハンドルに乗らないようにセットアップしてくださいというのが僕からできるアドバイスです。あとはバイクの実際のステムとかサドルとかの重量っていうか重さですよね。パーツの重量に関しては、ハンドルとか上にあるパーツに関しては、軽いものをつけた方がバイクの操作がですねしやすかったり、しますし、コーナリング時のバイクの挙動がですね、自分で結構コントロールしやすくなるっていう、感覚が得られると思いますので、そういったことも踏まえてですね、バイクのセットアップ出してみてください。コメントいただきましてありがとうございました。なんか参考になるコメントになったかちょっと不安ですが、ぜひ、ね、何かの参考にしていただければと思います。続いて、80PSI でダウンヒルのコーナリング時に柔らかさから来るものなのか少し恐怖感がありました。こんな場合やはり 90PSI にした方が良さそうですか、と。もしかするとタイヤが潰れすぎちゃってるっていうパターンだと思うので、その状況っていうのはコーナリング時にちょっとふわっとするってことですよね。その場合はおそらく、ご自身のですね体重に対しての空気圧が足りてないっていう可能性がありますし、もしくは思いっきりハードなブレーキングをしてタイヤがすごく潰れた状態のままでこうふわふわしながらコーナリングしてしまってるのか、もしくはスピードが速すぎてタイヤがこうグワングワンいってる感覚がすごく俊敏にですね、まあ、感覚的に感じられてるっていうことの可能性もありますので、この辺はちょっとね、一緒にライドして一緒に下ってる状況の中で今こういう感覚があったんですよっていうのを僕が後ろから追走していく中で見た時にもっと詳しくねアドバイスできると思うんですが、一旦ね 90PSI にしてみて同じような速度域でコーナリングをしてみるっていうのも一つのテストする方法になってくると思うので、あくまでですね無理はなさらないようにしていただけるとありがたいかなと、ね、テストという形でね事故を起こしてしまってもね元も子もないと思いますので、まあ、コーナリング時スピードを出しすぎず、そのふわっとした時の感覚、もっとねこと細かく何キロぐらいの領域でどれぐらいの角度のコーナーを曲がっている時にこういう感覚がありましたみたいなね、コメントをしていただけると僕もね答えやすくなりますので、ぜひね、今僕が話したアドバイスは一つの参考までに、捉えていただき、
何かのね、ステップアップにつなげてほしいなと思います。コメントいただきましてありがとうございました。今週のチャンネルラインナップ、木曜日ユーロバイクからのテックに新しいテックの話ですね。土曜日プロバイクディラン・フルーネウェーゲン、日曜日プロバイクからのテックナンバー2です。月曜日キャンチブレーキの調整方法、火曜日は GCN ジャパンショーと、こういった形で今週もね、様々なビデオ上がります。ぜひね、新しいビデオが上がった際に、ね、通知がいくように GCN ジャパンのチャンネル登録、お願いいたします。それでは皆さん、今週も最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。